白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は統一教会を解散まで追い込もうとする弁護士の理不尽は許せないというテーマのお話を聞いていただければと思います。はい、まず最初に今回のテーマなんですけれども、敵を知り己を知れば百戦危うからずということですね。なので、今回でですね、敵というふうに想定しているのは、ある一部の弁護士ということです。旧統一教会をですね、もう何が何でも解散させようという活動を続けているある一部の弁護士が今回想定している敵ということになります。で、その敵の活動をですね、止めるためにはまず敵を知らなければならないということですね。なので敵を知り己を知れば百戦危うからずということで、結論から言うと、判断の根拠を数字にするということですね。なので実は弁護士にも強みと弱みがあってですね、弱みとして実は数字というのがあります。もし数字を根拠としたならばですね、彼らのですね、理不尽な活動っていうのを止めることができるというのが今回のお話になります。はい、ではまずですね、過去宗教法人に解散命令が出た事例っていうのを確認していきたいんですけれども、実は2例ということなんですね。で、実は日本全国に宗教法人っていくつあるっていうふうに想定されているかっていうと、一番多かった頃で18万あったというふうに想定されています。日本全国に約18万もの宗教法人があったということです。その中で、過去の事例として宗教法人に解散命令が出されたのは、2例ということで、ものすごく少ないですし、よほど極端でない限りは解散命令が出てないというのが、過去の実例ということになります。18万分の2ですからね。なので、相当だと。だから解散命令が宗教法人に出されるっていうのはもうね、よほどだっていうのがまず最初の大前提としてあるということです。はい、すなわちですね、その2つの例っていうのは、オウム真理教と本学寺っていう、この2つの宗教法人に解散命令が出ているということです。で、オウムに解散命令が出たっていうのは、特に説明するのは必要ないかというふうに思ってます。オウムはね、もうはっきり言って殺人を犯してますからね。なので、オウム真理教が、カルトっていうことに関して、議論する余地はないというふうに考えます。はい、なので、もう一つの本学寺っていうところを確認したときにですね、結局じゃあ本学寺はですね、なぜ結局解散命令が出たのかっていうと、結論から言うと、損害賠償請求が多数起こったということですね。しかも一度ではなくて二度っていうことで、一回すごく多数の損害賠償請求が出ました。で、1回活動休止しましたと。しかし活動再開してまたもう1回損害賠償請求が多数起こったということで、結局解散命令が出たということになります。結局ですね、文化庁がですね、結局裁判所に対して提訴をして、裁判所経由で宗教法人本学寺のですね、解散命令というのが出されたということになります。はい、よってですね、旧統一教会を解散まで持っていきたい一部の弁護士の戦略1ですよね。敵を知りということで、敵は何を考えているのかということなんですけれども、こういった過去の事例があるということでいけば、霊感商法というのは深刻な問題であると、まず世論を喚起するということです。だから、結局弁護士はですね、世間が思っている、社会が思っているよりも、この霊感商法というのはすごく深刻なんだというふうに考えていて、だから、弁護士が考えているその霊感商法の深刻さっていうのを、世間とか社会とかですね、そういった存在が、あまりこう理解してないという、そういう前提があるわけです。だから本当は、みんなが思っているよりもはるかに深刻なんだということを、一生懸命、訴える、っていうことをやってるわけです。はい、霊感商法は深刻な問題であるっていうふうにまず世論を喚起しますということですね。それによって、全国で損害賠償請求というのを多数起こさせるということです。まずはご相談くださいということで、とにかく日本全国でですね、まず相談してくださいと。で、相談をたくさん集めることによって、その中からですね、結局
まあ、はっきり言ったら裁判に勝てそうな事例っていうのを、まあ、結局民事訴訟っていうのをまあ起こさせて、それの件数が増えれば増えるだけね、まあ、はっきり言って社会が認識しているよりも、まあ、霊感商法っていうのはね、深刻なんだというのを、まあ、結局まあ訴えるということです。そうすると、まあね、その損害賠償請求っていうのがものすごい数にもしなったということであれば、まあ、さすがに文化庁もですね、まあ、じっとしておくっていうか、黙っておくわけにはいかないということで、まあ、さっきの本学寺グループのように、まあですね、裁判所に提訴して、そして解散命令を出させるということですよね。まあ、これがまあ結局、まあ、ある弁護士がですね、考えているまあ戦略の1というふうに考えられます。しかしさらに踏み込んだ戦略2ということでいけば、まあ、消費者問題として、ね、消費者庁経由で解散命令を出すと、まあ、そういう可能性というのを探っているということが言えます。はい、例えば消費者委員会では今会社法の解散命令ができるかできないかという議論をしているんですねと。悪徳商法の会社には会社としての悪徳企業がいますから、そういうものに解散命令ができるかどうかを議論することは、同じように宗教法人の解散命令も消費者問題として議論の余地があるのですねと。ここは先、今までの先例にとらわれず、消費者庁が解散命令を主導できるぐらいの情報の収集のあり方や法務省との交渉のあり方はパイプも含めて改めて検討しないといけないと思っていますというふうに、まあ、弁護士がですね、まあ、発言したものが、まあ、議事録として残っているということです。なので、まあ、結局ね、最初の戦略1に関しては、まあ、本学寺グループの事例のようにたくさん民事訴訟が起きて、で、まあ、文化庁がまあ、ね、黙っているわけにはいかないということで、文化庁が裁判所に提訴して裁判所経由で解散命令が出るという、まあ、そういった筋だったんですけど、まあ、この2つ目っていうのはもうそれも以外でですね、それ以外で消費者庁が、まあ、消費者問題の解決ということで宗教法人の解散命令を主導できるような、まあ、そういう可能性っていうのを議論していくということですね。まあ、そこに、まあ、議論の余地があるということを、まあ、消費者庁の、ね、まあ、担当大臣であるとか、もしくは事務方の、方々に、まあ、提案しているということです。はい、そしてさらに踏み込んだ戦略3っていうことなんですけれども、まあね、もうはっきり言ったらこの問題を解決するための特命大臣を設置してもらいたいみたいな、そういったところまで踏み込んだ発言をしているということですね。はい、毎回言っていますけれども、厚生労働省、外務省、文科省と全部相談窓口を持っているわけですよと。で、連絡会議でその3つが、そもそも入ってないことが問題であるし、地方自治体にも相談窓口がありますから、総務省も入れるべきなのですねと。で、オウム真理教の事件が起きた時の省庁連絡会議にはこのメンバーはみんな入っているんですねと。それを考えると省庁連絡会議のメンバーも増やすことが必要です。まあ、ちなみにここに出てきている省庁連絡会議っていうのは法務省にですね、設置された省庁連絡会議のことを言っています。はい、いずれにせよそういった形でここで行われた議論、これは消費者庁です。消費者庁で行われた議論を、まあ、結局ね、法務省とか、その他の関係省庁に、まあ、ぜひ、広めてほしいっていうような、まあ、文章なんですけれども、まあ、ここでですね、まあ、消費者庁で行われた議論を各省庁で持ち寄ってもらって、各省庁でできることはそこでやっていただきたいと思いますし、それが難しいということであれば、省庁の枠組みを超えた内閣総理大臣直結の特命担当大臣でも置いてもらって、この問題全体を解決していただきたいと思っていますというふうに言ってるわけです。だからこれはまあね、省庁がまあね、ほとんど全ての省庁が連携して、またはね、もうこの問題解決のための特命大臣を設置してでも、まあ、解決していただきたいというような発言をしているということですね。はい、で、まあ、そうした時にね、まあ、本来だったらまず国民が選挙で国会議員を選びますと。で、国会議員が内閣総理大臣を選びますということですよね。で、内閣総理大臣が、結局各省庁の国務大臣を選ぶということになるわけです。ってことは、まあね、省庁の、まあ、大臣ですよね。まあ、今回で言えばもうこのね、例えば宗教法人に関する、
問題を解決するための特命大臣というのをもし、任命することができる人がいるっていうんだったら、それは内閣総理大臣だけなんですよね。国民が国会議員を選んで、国会議員が内閣総理大臣を選んで、内閣総理大臣だけが結局各省庁の大臣、もしくは今回でいう特命大臣っていうのを、まあ、決めることができるということです。だからはっきり言ったら、このね、各国務大臣とか特命大臣の、まあ、人事権っていうのは内閣総理大臣の専権事項なわけですよ。だから内閣総理大臣が自分で決めることができる、まあ、専権事項なんですよね。はい、なのにもかかわらず、まあ、弁護士っていうのはその特命大臣の設置っていうのを提案できるような立場なのかということですよね。まあ、そもそも、ね、内閣総理大臣の専権事項にまで踏み込んだ提案っていうのを、まあ、するほどの立場なのかということです。まあね、すごく恐ろしいことを、ね、まあ、発言していらっしゃるなというふうに思います。はい、そして何よりですね、まあ、近年の霊感商法問題というのは、まあ、今から国を挙げて解決に取り組まなければならないほど本当に深刻な社会問題なのかということを数字で確認していくということがすごく大事なんですね。で、実際は、まあ、9年間で6割減ってますということです。はい、2012年がですね、まあ、日本全国でこの霊感商法に関する相談っていうのが3267件ありましたということです。で、これが基本的に年々減少傾向であって、まあ、2021年度は1435件でしたということですよね。でなると、まあ、3267件が1435件になってるわけですから、まあ、9年で6割減ってるわけです。で、1435件っていうのは、まあ、数字としてまだ多いっていうふうな判断になるかもしれないんですけれども、で霊感商法に関する相談っていうのは宗教法人以外に企業や個人による相談も全て含んでるんですね。だから結局その宗教法人が例えば全ての霊感商法っていうのをやってるわけじゃなくて、企業が やってる霊感商法もあれば、個人がやってる霊感商法もあるわけです。そういった相談全て入れて1400件というような数字が残っているということなんですね。だから本来だったらですよ、まあ、ある一部の弁護士はとにかくこの機会に、まあ、旧統一教会っていうのに解散命令を出させたいわけですよ。だから本当はその問題の焦点っていうのは旧統一教会にもともとはあったはずなんですね。なんですけど、結局そこで消費者庁とかで、まあね、共有されている数字データっていうのは旧統一教会が行った霊感商法ではなく、宗教法人全体が出している霊感商法の数字でもなく、ね、もう宗教団体が行っている、企業が行っている、個人が行っている霊感商法全体にさらに加えて開運商法まで入れてですね、数字が、まあ、1年間で全国で1400件とかっていう数字になっているということです。うん、でこれが全部入って、霊感商法と開運商法、企業宗教団体、企業、個人全体で年間で相談が1400件ありましたということですね。はい、でさらに驚くことにですね、まあ、旧統一教会による事例っていうのはその日本全国1400件の相談のうちの極めて少数であるということなんですね。はい、これはですね、まあ、消費者庁でですね、まあ、共有されている資料の引用ということになるんですけど、まあ、縦が年度ですね、2017、18、19、20、21です。で横がまず相談件数が何件だったかっていう件数、そして実際相談をした人の男女別の傾向ですね、それから契約当事者はどういった方がですね、特徴か、要するに相談した人の特徴ということになります。で平均契約金額ですね、そして具体的にどんな商品サービスで相談があったかというのが載っています。そうすると、まあ、一番上の2017年と一番下の2021年っていうのをちょっと確認してみますけれども、まあ、2017年に関しては日本全国で霊感商法に関係する相談っていうのが1424件でしたと。で男女別で見ると、まあ、男性が328件で女性が1074件でしたと。で平均年齢はまあ約60歳でしたと。で一番多い世代は70歳以上であり、まあ、職業で言うならば無職または給与生活者でしたということですね。で、まあ、実際契約金額の平均としては96万2550円とか76万5731円でしたということです。そして一番右側ですね、右側、じゃあ具体的にどういう商品、どういうサービスに対しての相談だったのかっていうことなんですけれども、一番はまあ占い祈祷サービスですね。でその他訪問販売と 21.1% で、2番は他のデジタルコンテンツ 17.1%、 3番は占い祈祷サービス、インターネット通信販売と 11.2% というふうになっています。はい、
そして、まあ、一番下も確認すると、まあ、2021年1435件ですね。で男性325、女性が1081、これが相談件数ですね。で平均年齢は、まあ、両方とも約60歳でしたと。で一番多い相談相手っていうのは、まあ、70歳以上であり、まあ、職業で言うならば給与生活者または無職の方でしたということですね。で平均支払い金額っていうのは129,111円、もしくは969,160円でしたということですね。はい。そして実際霊感商法で相談があった商品サービスっていうのは、1番占い祈祷サービス、インターネット通信販売と 54.4%、 2番占い祈祷サービス、その他訪問販売と 15.2%、 3番は、財布類、2.9% ということですよね。でそう考えた時に、じゃあ旧統一教会って今どういった形になってるかって言ったら、まず基本的には献金ですよね。でしかもその献金っていうのは、まあ、目安とされているのは、まあ、収入の10分の1っていう10分の1献金というのが、まあ、一番、ね、中心になっているということです。だから、まあね、もし旧統一教会の信者であるということであれば、まあ、献金を、ね、まあ、言われているわけですけど、まあ、目安としては給料の10分の1は献金をしませんかというふうに言われているということですよね。しかもその献金、実は10分の1っていうのは、まあ、言われているだけで、仮にしてなかったとしても、だからといってね、強制退会とか、っていうことは実はないんですね。だから全然献金してない、っていう人だったとしても、まあ全然、その旧統一教会、まあ今でいう家庭連合の、まあ例えば行事ごととかイベントとかっていうのには全然参加することができていたりするんですよ。ってなると、まあ例えば献金とか10分の1献金とかっていうのは、まあこのね、相談の中の主な相談における商品サービスの中にほとんど入ってないわけですよ。占い祈祷サービス、インターネット通信販売、占い祈祷サービス、その他訪問販売、財布ですから。だから旧統一教会によるね、要するに現役信者さんたち、もしくはまあね、元信者さんたちによる相談っていうのは、この年間1400件の中でもかなり少数であるということが言えるということです。はい。だから当然ですね、まあ、実際じゃあ相談を受けてる現場の人たちの実感だったとしても、はっきり言って霊感商法の相談っていうのは、まあさほど多くないというふうに発言しているわけです。はい。霊感商法、開運商法の相談としては、最近は占いサイトに関する相談がありますが、まあ、この時点でもうね、旧統一教会どころか、ね、宗教法人すら関係ないですよね。占いサイトに関する相談っていうふうに言ってるわけですから、まあ、しかも件数としてはさほど多くありませんということですね。相手方事業者を信用して冷静な判断ができなくなっている当事者に代わって、周囲の方からご相談が寄せられることもございますということです。はい。で私が実際に対応した事例として一例を申し上げますと、ご家族が占いサイトに登録後、お金の運勢ですかね、金運を上げると言われ、メール送信のためにポイントを購入し、預金を使ってしまったというご相談がありました。だからこれね、旧統一教会どころか、ね、宗教法人すら関係がないわけですよ。だから現場って、ね、そもそも霊感商法、開運商法の相談っていうのは多いって感じてないし、いろんな相談事の中で特に霊感商法とか開運商法に関する相談っていうのははっきり言って多いって感じてないし、しかも多いって感じてない、相談の中で占いサイトに関する相談って、これ旧統一教会とか宗教法人関係ないですよね。これぐらいの、今現実だっていうことなわけですよ。はい。にもかかわらず一部の弁護士っていうのは、じゃあなぜそこまで旧統一教会の解散に執着するんですかということですよね。まず霊感商法全体ですよ。で旧統一教会、宗教法人全体、企業、個人全部含めた上で、それで、まあ、結局9年間で6割も、相談件数が減ってますと。じゃあ1400件の相談件数って多いじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけど、宗教法人とか旧統一教会がそれに関わってるのは1400件の中のごく一部なんですよね。でそうした時に、まあね、別の考え方を持ってらっしゃる方もいるんですけど、いや相談件数が、ね、1400件であって、実際被害に遭っていたとしても相談してない人たちもいるから、もう本当はすごく大きな問題だっていうような、まあ、そういう認識を持たれる方もいらっしゃる、みたいなんですけど、私はむしろ逆だと思うんですね。相談件数っていう数字自体がすごく大きな数字だと思ってるんですよ。なんでかっていうと、実際その年間1400件のうちで、その後本当にね、例えば裁判に発展する事例っていうのはものすごく限られてます。で1400件相談があります。その中でですよ、その中でまず除外されるのは、家族による相談っていうのは基本的に訴訟に発展しないんですよ。
本人ではなくて、本人ではなくて家族が、家族が相談している場合はまず訴訟に発展しないんです。なんでかって言ったら裁判しても絶対勝てないからです。だって本人のお金を本人が使ってるわけですから、それ家族が相談したとしても結局裁判では勝てないんですね。だって本人が相談してるわけじゃないわけなので、家族がね、いやそのお金の使い方良くないよと、ね、いうふうにどれだけ心配しようが、どれだけ相談しようが、まあ、結局家族って言ったって他人ですよね。はっきり言ってその法律上は他人なわけですよ。まあね、もうその本人が例えば18歳以上、お互い18歳以上だっていうのであれば他人なわけですよ。ってことは本人のお金を本人がどのように使うかっていうのは経済活動の自由ですよね。だから家族がいやそのお金の使い方はっていうどれだけ言ったとしても、はっきり言って裁判では勝てないんです。だから基本的に家族が相談したとしてもですよ、例えば今回みたいな消費者生活センターとかに相談していたとしても、実際それで結局裁判にはならないっていう事例がすごく多いんです。で、仮にじゃあ家族じゃなくて本人ですと、本人が裁判を起こしましたと、民事訴訟を起こしましたと言ったとしても、ね、民事裁判って結構原告負けるんですよ、はっきり言ってね。だから例えば旧統一教会は、まあ、今現在進行形で5件の、ね、結局民事訴訟を抱えてますと、それに対応してますっていうことをはっきりと、まあね、発表してるんですけど、じゃあ5件、ね、民事訴訟を抱えてるからって言って5件中5件全部旧統一教会が負けるっていうことでは全然ないんですね。民事裁判って刑事裁判とは違うんで、刑事裁判はプロの検察官が起訴しますから、だから有罪確率って 99% なんですよ。逆に言えばプロの検察官はもう 99% 以上有罪だっていう、ね、証拠を集めたところじゃないとなかなか起訴しないんですね。でそれに対して民事っていうのははっきり言って原告って素人なんで、だからまあ、ね、素人が、ね、結局訴訟を起こしたとしても結構負けるんですよ、はっきり言って、だから、ね、じゃあ旧統一教会は現在進行形で5件の、ね、結局民事裁判を抱えてますってことは5件旧統一教会が悪いっていうことは言えないんですよ、言えないんです。逆に旧統一教会が勝つ裁判もありますし、原告が負ける裁判もあるんですね。だからじゃあ、年間1400件の相談があるんだから、じゃあ、霊感商法って大きな問題だって、ね、実際はあの被害に遭ってたとしても相談する人、相談しない人もいるという、考え方を持ってらっしゃる方もいるんですけど、私は逆だと思います、訴訟件数に比べれば相談件数の方がはるかに大きな数字ですし、仮に訴訟をしたとしても実際は原告が負けるっていう事例は結構あるんですね。まあ、それは当たり前の話で、あなた18歳以上ですよねと、自分の判断でお金使ったんですよねということを裁判所に指摘される場合もあるんですよ。だから結局ね、必ずしもこの問題っていうのは、まあ、大きな問題かということを、まあ、冷静に考えたいということです。相談件数はまず減ってますと、ね、明らかに減ってるんですよ。9年間で6割減ってますと。しかもその1400件の相談っていうのは、ね、必ずしも旧統一教会に限定されてないし、宗教法人全体にすら限定されてないんですよ。企業によるもの、個人によるものも全部入れているということですね。しかもそれで訴訟に発展するっていうのはその1400件のうちのさらに一部ですし、その中でさらに原告が勝つっていうのはさらにさらに一部なんですね。ってことは、ね、旧統一教会って、ね、今から解散を、ね、請求しないといけないほどの存在なのかっていうことです。なんでこういった数字の現実があるにもかかわらず、まあ、一部の弁護士はそこまで旧統一教会の解散に執着するのかということです。はい、ということでいけば、まあ、弁護士の頭の中っていうのは旧統一教会は解散すべきというまず結論があるんだと思うんですね。まず、ね、旧統一教会は解散すべきであるという結論があって、ね、それで一生懸命活動しているということです。ただ現実は相談件数は直近9年間で約6割減少しています。これはもう数字として明らかです。しかも霊感商法の相談において旧統一教会における被害っていうのは極めて少数。これ旧統一教会に限定しないで宗教法人全体に広げたとしても被害は極めて少数ということですよね。どっちかって言ったら企業とか、もしくは個人とか、ね、そういった、存在が、まあ、例えば占いサイトとか占いアプリとか、まあ、そういった経由で、まあ、結局ね、やっていて、それに対しての相談っていうのが、むしろ、近年は増えているということです。
はい、しかし一部の弁護士はもうね、現場相談員の生の声を無視し、ということですね。実際日々、相談、消費者の相談を受けている人たちが霊感商法による相談はさほど多くないって言ってるわけですよ。いろんな相談がある中で霊感商法の相談っていうのはさほど多くない。しかも私が実際受けたのは占いサイトに関するね、ご家族からの相談ですとかっていう、生の声が出てるわけですよ。実際そういったことも無視して、で現実の数字も無視して、ね、その、ね、生の声とか数字を無視した上で世論を喚起して民事訴訟を増やそうとしたり、消費者庁からの解散命令っていうのを引き出そうとしたりってね、そのね、消費者庁が主導して、ね、消費者問題の解決で消費者庁が主導して解散命令を出すっていう、そういう議論の余地もあるというような提案をしていたりとか、もしくは本当だったら各省庁がね、もう全体として取り組んで解決するべきであり、それができないんだったらね、この問題解決のために特命担当大臣を設置してまでっていうようなことを政府に提案するっていうのは、もうこれは恐ろしいということしか言えないということです。はい、果たして、まあ、2009年以降は数字でも明らかに確認できる改善を続けている旧統一教会と、旧統一教会をもうカルトと、ね、もうメディアを通じてカルトってはっきり断定してるわけですよ。言い切ってるわけですよね。そして世論や政府を動かして何が何でも旧統一教会を解散まで追い込もうとしている一部の弁護士のどちらが本当のカルトなのかっていうことを考える必要があるということです、はい。そして、まあ、今から30年前の1980年代後半から90年代に相談件数が多かったのは、これは事実です、ね、これは事実です、うん、だからそれは、まあ、宗教法人全体としてもそうですし、旧統一教会に関しても1980年代後半から90年代にかけて相談件数が多かったっていうのは事実なんですね。しかし時間は常に流れてますと、ありとあらゆるものは変化し続けてるわけですよ。だから今の宗教法人とか今の旧統一教会は、ね、1980年代後半とか90年代の旧統一教会と全く同じっていうわけではないっていうことです。改善がかなり図られてるっていうことですよね。でそれにもかかわらず、一部の弁護士が過去のイメージ、1980年代にすっごいたくさんの相談があった、90年代にすっごいたくさんの相談があった、それに対してね、なんか被害の対応に、個別相談に、対応したというような、そういう過去のイメージにとらわれて、現場や数字、現実、今現在の数字っていうのを無視した上で新年にもうちょっと盲信するっていうのは、もう正義でも何でもないっていうことです。単なる幸せの破壊だっていうことですよね。今現在旧統一教会に所属していることで幸せですっていう人たちがいるのに、それを破壊しようとしているわけですよ。であれば一部の弁護士による旧統一教会を解散まで追い込もうとする活動をもう止めるべきだということです、はい。今実際にある幸せを守るためにね、私たちが止めないといけないということなんですよね。そこで敵を知り己を知れば百戦危うからず、今回敵って想定しているのは一部の弁護士、旧統一教会をこの機会に何が何でも解散まで追い込もうとしている、その敵っていうのが、まあ、どういう、ね、考え方でどういう戦略を持っていて、何が強みで何が弱みなのかっていうのを知っていれば、ね、はっきり言ったら勝てるということなんです。そうしたら、まあ、弁護士の強みっていうのはまずね、当たり前ですけどね、法律とか条文に非常に強いですということですよね。で過去の判例とかにも非常に強いですということです。でこういったことで、ね、例えば、まあ、戦っても勝てないわけですよ。相手が強いですからね。当たり前ですけど相手はプロなんで、専門家なんで、だからそういった法律だとか条文だとか過去の判例とかっていうのは弁護士が強いんです。でも、ね、じゃあ何か弱いところがないのかって言ったら、実はあるわけですよ。あるわけです。それは数字です。もう数字を判断の根拠にしてないんですよ。これ明らかです。明らか、1980年代90年代と2022年は全然違うんで、もう30年経ってるわけですよね。だから全然違うわけですよ。だから数字減ってるの、ね、確認してないんですかと、もしくは確認してるにもかかわらず無視してるんですかということですね、はい。ってなった時に、一部の弁護士の活動っていうのは数字を根拠にしてない、これも明らかです、なんで、ね、どん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 物事をどん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 状況を改善し続けてる組織団体を今から何が何でも解散させないといけないんですかということですよね。だから数字を根拠にしてないんですよ。だから数字
を確認してるにもかかわらず、それを重要だと考えてないのか、もしくはもうね、無視してるのか、ということで、数字を根拠にしてない不合理なことをやってるということです。であれば、一人でも多くの方に、まあ、数字を確認してもらえばいいということですよね。うん。だから今、弁護士がね、ある一部の弁護士がやってることって、ね、本当に合理的だと思いますかと。ね、この数字を見たときにっていうことです。はい。そして、で、数字を確認する国民が一人でも増えれば、ね、最終的には賢明な世論っていうのが判断してくれるということですよね。そうしたときに、まあ、例えば旧統一教会への解散命令って、まあ、必要だと思いますかって言ったときに、まあ、不要っていうふうに、まあ、最終的には世論が決めてくれるということなので、まあ、世論で止めるべきだということです。これは明らかに不合理なんですよ。うん、まあ、ね、数字を全くね、根拠としてない、数字を無視した、ね、まあ、はっきり言って活動だ、なので、これはおかしい。ということです。だったらもう世論で止めるべきだということです。だからもう私たちで止めていきたいということなんですね。はい、ということで、まあ、敵を知り己を知れば百戦危うからずということで、まあね、今回はね、まあ、弁護士というのをね、想定して、まあ、敵というふうに、想定してるんですけれども、まあね、敵には強みもありますと、でも弱みもありますと、でそれはもう分かってしまえば、ね、勝つことができるということです。だからこそ判断の根拠っていうのを数字にして、一人一人が数字をしっかりと確認して数字を根拠に判断していけば、いやこんなに問題がどんどん改善されていて、旧統一教会が、ね、例えば霊感商法で行っていることっていうのは被害としては、ね、実際みんなが持っているイメージよりもはるかに小さいということをしっかりと確認していく必要があるということです。今実際の現実の数字としては、旧統一教会は5件の民事訴訟に対応してますということですよね。で5件が5件全部ですよ。全部旧統一教会が負けたとしても5件ですよ。でも実際分かんないですよ。実際分かんないんです。その5件のうちの、ね、何件かがもしかしたら本人じゃなくて家族がやってるってことであれば、はっきり言ってそれはね、まあ裁判やったら負けますんで、ね、だからまあ本人じゃないってことであればね、結局原告負けちゃうわけですよ。うん、だから最大で5件です。5件の訴訟を全部民事訴訟で、ね、旧統一教会が負けたとしても5件なんですよ。うん、でも実際は負けるかどうかも分かんないってことでいけば、実際そのメディアを通じてみんなが持っているイメージっていうのは相当大きいということですよね。旧統一教会の数字ではない、宗教法人全体の数字でもない、もうね、企業の数字も入ってるし、個人の数字も入ってるし、ね、それこそ占いサイトとか占いアプリとかね、まあ、はっきり言って宗教とか旧統一教会は何の関係もない、そういった数字も全部入れ込んだ数字をみんなは見ているし、しかもその数字でさえ9年で減ってると、6割減ってると、こういったことをしっかりと一人一人が確認していって、その数字を見る人が増えていって、あ、その数字の経緯だったら今からですよ、今からもうどんどん状況が改善していってる今から、ね、わざわざ何が何でも解散させる必要があるかっていうのを、まあ、国民世論で考えた時に、いやないよねっていうふうに判断になっていくということです。だから、まあね、判断の根拠をぜひ数字にしていきましょうと。まずは確認できる数字はしっかり確認していった上で、もし何か判断するというのであれば数字で判断していくということですよね。まあ、そうすると、まあ、世論っていうのは全体的には非常に賢明なので、しっかりとしたですね、まあ、賢明な判断、合理的な判断っていうふうに、まあ、世論は形成されていくというふうに考えています。はい、ということで今回の動画はですね、まあ、何らか気づきのヒントになったということであれば、高評価、チャンネル登録ですね、お願いしたいと思います。あとコメントですね、ぜひ、書いていただければというふうに思います。特にですね、まあ、過去の話じゃなくて今現在進行形のことを書いていただけると非常に、まあ、勉強になります。現役信者の方とかがね、今実際ね、旧統一教会家庭連合って今こういう状況なんですと、例えば今回ね、まあ、献金っていう話をしたんですけど、まあ、私が認識している献金っていうのは10分の1献金っていうのを認識していて、まあ、基本的に給与の10分の1を目安に献金しましょうというのは認識してるんですね。ただそれっていうのもはっきり言ったら、まあ、任意に近いものだっていう認識も持っていて、仮にそれをやってなかったとしても旧統一教会家庭連合関係の、まあ、イベントとかでね、催し物っていうのには全然参加することができるっていうのも認識してます。これがまあ今の私の認識だったりするんですけど、まあね、実際まあね、現役の信者さんたちの方がもっともっと実際現実っていうのをよくご存知だと思いますので、まあ、そういったことも含めてですね、まあ、コメントを通じてぜひぜひ書いていただいて教えていただければというふうに思っています。
はい、ということであなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。